こんにちは、アニマル大河です。はい、ということでですね、今回なんですけども、ちょっとね、眉毛剃るの、間違えちゃいました。これなくなっちゃいましたはい、ということで前回ですね、レオくんとリッキー、アザンティックの方にですね連れて行きましたけども、今日はですね、ハマちゃん、ダンちゃん、そしてね、ヒメちゃんとマルくんですね、連れて行きたいと思います。ちょっとね、ごちゃごちゃしてますけども、こっち下がハマちゃんのケージで、上が、ダンちゃんのケージですね。で、卵は安全のためにもうね、ちょっとこちらの押し入れの方にね、ガタガタすると危ないので、しまってあるんですけども、こちら2ケースですね、持っていきたいと思います。そのうちね、こちらのイグもね、行きますよ。イグちゃんもね、一個にイグちゃんね、エビちゃん行こうね。まあ、まだね、向こうに毎日僕が行けるってわけじゃないので、毎日こう、ご飯を与える、まあ、装飾なので、結構ね、毎日ご飯あげてるんですけども、そういった子は後々ですね、もうちょっと後に、連れてこうかなと思ってます。まあ、ハマちゃん、ダンちゃんに関してはね、大体まあ週に餌は2回ぐらいということで、僕は、これ移動してから、まあ、週、まあ、2日に1回ぐらいはね、向こうの方にね行きたいなと思ってるんですけども、今はちょっと毎日行くことはちょっと厳しいので、一旦ね、お世話毎日しなくてはいけない、子に関しては、まあ、こちらもそうですけどね、亀ちゃんたちも毎日餌あげと水替えしたりしてますけど、毎日こう手がかかるような子は、一旦ね、まだ後回しという感じで、先にね、レオくん、リッキー行きましたけども、続いてはハマちゃん、ダンちゃんダンちゃん、新ハウス行くよ、行きましょねということで、連れて行きましょうか。じゃあダンちゃん、ダンちゃん行きますか。ダンちゃんはこのちっちゃいボックスに入れますよ。ハマちゃんも行くから、ハマちゃんもね。ハマちゃんはこっちの大きめの方に入ってもらうね。よし、じゃあハマちゃんから行こうか。ハマちゃんおいで。ハマちゃんでーす。かわいいね。いいよ。はい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 、はい、ハマヤン、いい子ですね、ハマヤンは。本当にいい子だね、ハマちゃん。本当によく慣れてくれて、目のでも赤いのだけすごい数いるよね、ハマちゃんは。あれ、じゃあ入ってください。ぴったりかな、いい感じですね。あまりこう暴れるスペースもなく、いい感じになりましたね。そしたらこのちっちゃいケースにダンちゃん、ダンちゃん、うわ、はい、元気だね。ダンちゃん元気ね。落ちちゃうよ。ダンちゃん捕まりました。ダンちゃんもじゃあ引っ越ししましょうね。お引っ越ししましょう。かわいいね。ダンちゃんはなんかこう真っ赤っていうよりは、どっちかっていうとオレンジがかったこの黒目の外側ですよね。オレンジっぽい感じがしますよね。まあ、お体は相変わらず綺麗ですね。それじゃあこれ入ってください。はい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 、入りました。それじゃあお二方も移動しましょうか。トムに関しては、まだですね、毎日お世話、してるので、大体ご飯とかはほぼ毎日あげてるので、一応ね、木の下に隠れてますね。あれ、トムさんもうちょっとここでね、ゆっくりしましょうね。それではお二人さん、新居へ行きましょう。レッツゴー。じゃじゃーん、いかがでしょうか。先日連れてきたね、レオくん、リッキー同様、こんな感じでですね、
連れてきてみました。ちょっとですねまだ配線が足りてなくて電気は、まだつけれてないんですけど、また、すぐにねちょっと配線の方は準備して、電気とあとは断トツだったりもついてるんですけど、そういったのもね、ちゃんと使えるようにしたいと思います。でこんな感じでまあこれ仮ですね、今まだこの床がね、この床に関してフローリングまだつけれてないので、フローリングできたら、まあ、こっちとかに、メタルラックか、まあ、なんかラックでこうね、置きたいなと思うんですけど、こっちがまあ販売用の整体を一応、置く予定なので、ここは使わないようにね、うちの子たちは使わないようにしたいので、こちら側にラックとかをね用意したいと思いますけど、一旦まあこんな感じで置いてありますね。はい、ハマちゃんですね、こちらがハマヤンハマヤンですね、ハマヤン、ハマヤンとダンちゃん、赤ちゃんみたいなダンちゃんです、ダンちゃんですね、ダンちゃん可愛いね。こう結構ね、日当たりも良くて、日光もね、窓こっち扉とか開けてれば、すごく明るいのでいい感じですね。でちょっとオープニングではね映してなかったですけど、こちらにマルさん、マルくんですね、ボールパイソンのマルくんがいらっしゃいますね。こんな感じで入ってくれておりまして、でこちらもボールパイソンの姫ちゃんですね、真っ白い姫ちゃんですけどね、姫ちゃんもまた、皆さんとね触れ合いできるように連れてきましたので、ぜひ皆さん触りたいよっていう方はね、触ってみてはいかがでしょうか。すごく真っ白で綺麗なねヘビちゃんなので、みんな可愛がってください。すごい可愛いですね。もうなんかここの棚が真っ白にしてあるから、姫ちゃんがまあもう同化しちゃってますけどね、こう真っ白くなっちゃってますからね。姫ちゃんとマルくんね、マルくんのこともよろしくお願いします。一応ねどちらとも、普通に、触れるいい子たちなので、どちらの子もねハンドリングはできます。一応だからハンドリング今来てる時点では、ボールパイソンとあと、サバノモリダの2人は触れますね、触れます、持てます。まあ持つとかで言ったらハマちゃんが持ちやすいですね。ダンちゃんはちょっと、まだまだね勘違いして指をこう餌じゃないかなってこう言ってくるんでね、ちょっとまだまだハンドリングは、ちょっと気が抜けないですけど、あとはまあこちらの子に関してはもう勇者だけですね。はい、このこちらにいるリッキーとレオ君に関しては、勇者ですね。もう僕も来てくださる方たちに怪我をして帰ってほしくないので、まあこういった、大きいのに大きくてね、まあちょっと荒いの子たちに、慣れている人だったり、まあ本当に怪我してもいいから触りたいっていう方はね、ぜひ触ってみてください。すごい楽しいですよ、楽しいですよ。感じでね、続々と増えてきていますけど、まあねオープニングの方でも話してましたけど、一旦は毎日ご飯をあげる子たちじゃない子たちをね、ここに1回連れてきて、まあ2日に1回ぐらい僕来るんですけど、メンテナンスしてっていう感じで、もっともっとね、お店オープンに近づいてきたら、整体もねどんどん入れて、販売する整体だったりも入れてっていう感じで、もう毎日のように、来るようになるので、そしたら毎日ねお世話しないといけない、毎日ご飯食べたい子たち、毎日汚す子たちっていうのもね、連れてきて、見ようかなと思いますので、これからまだまだね生態もちろん増えていきますので、皆さん楽しみにしててください。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日がですねちなみに5月の9日なんですけども、オープンまであと1ヶ月ぐらいですねになりましたけどもね、着々と、僕のね爬虫類ショップアザンティックについてはですね、進んでおりますので、ぜひねオープンした時には皆さん遊びに来てください。皆さんがね楽しめるように、まあねこれだけ見ていただいたら分かる通り、こうねこんぐらいの確か6畳だったかなぐらいなので、めちゃめちゃね広くて、まあいろんな生態がいる、めちゃめちゃ珍しい生態がいる、高級な生態だったり、あとでっかい生態だったりがいるっていう風にはちょっと難しいかなっていう感じはするんですけども、なるべくね、まあ、僕一人でここやるので僕が管理しきれる、ぐらいの、生態をねこうしっかりと入れて、まあ、皆さんにね本当に来て
どっちかっていうと楽しんでいただける場所にしたいなと思っているので、ぜひね皆さん遊びに来てください。待ってますというよりまだ完成してないんですけど、はい、完成したらぜひよろしくお願いしますということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。